中国空母艦載機用戦闘機 J35 が登場したとの情報をキャッチしました。今回は、この J35 ステルス戦闘機を詳しく見ていきますね。総発エンジンで空母艦載機ともなれば、それなりの性能を期待しますが、FC31 戦闘機のテスト段階ではエンジンの低速での運動性能に問題が勃発していました。黒煙を上げるなら、ステルス戦闘機としては大問題です。やはりポンコツでしたね。中国で、同国の航空宇宙事業を手掛けている中国信用引き工業集団が開発中とされている戦闘機が FC31 であり、同国では、すでに実戦配備が行われている J20 に続き、2機目の国産第5世代世代戦闘機と考えられている。中国信用引き工業集団は、遼寧省の信用に本拠地を構える中国航空工業企業公司の傘下にある企業であり、FC31 自体は2012年頃からテスト中と、おぼしき画像がインターネット上に出回り、開発中であることが知られるようになった。これらの流出したテスト画像の中で、そこに収められた機体の機首部には、数字の31001がペイントされていたことから、同機を J31 だと呼称する呼び方が広まったが、これは、あくまでも、推測に基づく仮の呼称である。というのも、J の頭文字で始まる形式名が付与されるのは、正式に、中国軍の戦闘機として採用された機体のみであり、FC31 は、中国信用引き工業集団が独自に手掛けているもので、正式採用を受けたわけではないためだ。その後2014年11月に、広東省珠海市の珠海金湾空港で開催された中国国際航空宇宙博覧会において、同機は一般に公開され、そこで、FC31 という、故障と海外輸出に向けた戦闘機であることが、中国信用引き工業集団より公表された。そもそも、中国信用引き工業集団は、現在の J20 の元となった生徒、引き工業講師が、設計を行った大型キタル第5世代戦闘機のコンペに敗退し、そのコンペに投入した技術をもとにして、中型のステルス機開発を自己資金で進めていたものだ。それは、そのままの大型機の場合、中国軍から正式採用を得ることは困難と見たことと、中型のステルス戦闘機であれば、今後、海外でも一定のニーズが見込まれ、輸出用の戦闘機としてビジネスになると計算したものと考えられる。当初 FC31 は、同じく、総発の機関部を採用している、第5世代戦闘機の先駆けであるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターに主翼、尾翼や全体のフォルムなどが酷似していると評されていた、機体である。しかし、2014年の中国国際航空宇宙博覧会で、正式に対外的に公開された FC31 は、どちらかといえば、ロッキード・マーチン社製の単発の戦闘機、F-35 ライトニング2に似た形状へと、特に尾翼部分は、改められていた。こうした動きと前後して、2013年の9月には、中国海軍の調停局が、FC-31 は、純然とした輸出用のステルス戦闘機であると語り、中国海軍が、これらを、航空母艦の艦載機に採用する可能性は薄いとの見解も示していた。ただし、2020年7月には、中国共産党の機関紙である人民日報の傘下の環球時報が FC31 をベースとした新たな艦上戦闘機が開発中で、2021年中の初飛行の可能性に言及する記事を掲載。再び FC31 の中国軍での採用を匂わせた。
そして、翌2021年6月には、湖北省の武漢に設けられている陸上の実験施設にて、FC-31 に酷似した機体の実寸大のモックアップが確認され、いよいよカタパルトに対応した艦載機として、同機が製造されるとの見方が強まった。これが2022年になると、7月に最新の FC-31 とおぼしき機体の画像がインターネット上で確認される事態となり、2014年の時と同じく、今年11月に開催予定の紫海金湾空港での中国国際航空宇宙博覧会で正式にリリースされるのではと推測が高まっている。現在の FC-31 は J-35 と呼称され始め、各種の兵装とジェット燃料を機体内に収容するために、胴体部や主翼の形状が変更されているほか、機関部もロシア製の RD-93 から中国国産の WS-19 に改められており、その排出用のノズルにもステルス性を持たせているとされる。これは、機関部のノズルの先端が、先頃、インターネット上に確認された画像でも、見た目の形状からギザギザになっていることが確認でき、その意味でも、J-35 が全評判通りに、ステルス性能をその部分から追求していることが感じられる。ただし、一般的なカタパルトを装備した航空母艦の艦載用の戦闘機の場合、着艦時に大きな負荷の生じる主脚は陸上用に比して強化されており、また、主翼も艦内への積載性とエレベータ等での運用上からは折りたたみ式が必須となっている。しかし、今回、インターネット上で確認された J-35 と、おぼしき機体の場合、主翼、部分は折りたたみ形式ではないように見え、その点からは、まだまだ、同機の艦載機バージョンの実用化は、現実的には、先のことのようにも思える。これを運用するための航空母艦としては、2022年6月に、上海で、中国海軍として、3隻目の航空母艦の復権が進水を果たしているが、注目されたカタパルト、しかも、電磁式という、その装備部分には、覆いがかけられたままだった。復権の収益そのものは、早く、とも2024年頃となると見込まれており、J-35 についても、これに合わせて、正式な艦載機バージョンがリリースされるのかもしれないが、現状では、いずれも実用化が果たせるのかはまだ不透明ではある。もともとの FC-31 はアメリカの同盟国やそれに類する国でない場合、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2が調達できないことを見越して、それら第三国に対するステルス戦闘機の需要を見込んで企画された経緯があった。ロシアでは、自国用には、SU-57 をステルス戦闘機として、生産、実戦配備を進めているが、中国同様に、第三国に向けては、単発のチェックメイトを、輸出用のステルス機として発表しており、現行の J-35 との競合も気になる部分ではある。しかし、ロシアは、今年2022年2月に開始した、ウクライナ侵攻によって、国内の様々な工業製品の生産に必要な半導体等の部品の供給は滞り始めているとも伝えられており、チェックメイトもまた計画通りに生産されるのかには疑問符がつく。その意味では FC-31 もしくは J-35 は、そうしたロシアのチェックメイトが狙っていた市場で存在感を発揮する可能性もあると思えるが、ロシア・ウクライナ戦争という実戦において、各種兵器の有用性が検証される傾向は強まりを見せている。近年では、湾岸戦争やイラク戦争において、ロシア製の兵器に対し、アメリカやイギリスの兵器が一方的に勝利する現実を見せつけたが、イラク軍の装備品は、本国のロシアのものより、グレードが低いという見方も少なからずあった。
しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争では、当のロシア軍が、西側諸国の兵器支援を受けた、ウクライナ軍によって、部分的には、敗北を喫するような展開も、一部にはあり、ロシア製の兵器への有用性にも、疑義が投げかけられている。このロシア・ウクライナ戦争では、双方が、共に航空優勢を確保できていないため、大規模な航空戦闘は、今のところは正規していないが、クリミアのロシア軍基地への攻撃が拡大すれば、ウクライナ側が、その地域での航空優勢を掌握するかもしれない。その場合には、ある程度強固な対空兵装が備わっていれば、航空優勢を確保することは、難しいことが再認識され、ことに、陸軍国では、高価な有人のステルス戦闘機等は、費用対効果に見合わない兵器となる可能性も